はい、始まりました桜井とあの猛烈トラベルということで、現在島根県新地駅に来ております。本日ですね、ここから米子まで、特急やくも号に乗車したいと思います。やくも号はですね、もう新型車両への、ね、置き換えが発表されていて、もうね、今のね381系だったかな乗る車両はね、もうあんまりねこの先が長くない車両となっております。まあね、そんな車両にね乗っていけるということで、すごいとってもね楽しみにしているので、ね、列車の入線待っていきたいなと思います。ということで本日もよろしくお願いいたします。はい、ということでやくも18号岡山行きの列車が入線してまいります。正面にね国鉄マークがあるのがいいですよね。381系です。やば、混んでる。あー、まあ大丈夫かな。え、ないやん、ドアないやん。はっ、え、4号車のとこ待ってたんや。新地駅を出てすぐ進行方向左側に新地湖を見ることができます。この新地湖はね、しじみが有名なんですよね。で、このね、ちょうど対岸側、この対岸側は一畑電車が走っております。この一畑電車は出雲市と松江新地湖温泉を結ぶ、新地温泉だったかな、を結ぶ地方ローカルの、ね、施設で、昔のね、京王の車両とかいろんな、ね、鉄道会社の車両が結構走っていて、バリエーション豊富です。車内設備のご紹介です。まあ、もうね出てますが、背面テーブルがまずあります。で、この背面テーブルですが、今ねカメラが2台置いてあると思います。カメラ2台が置けるような、余裕で置けるようなサイズです。で、今これフックがあって、このように荷物を少しかけることができます。で、窓はなんかね二重ガラスになっている感じ で、カーテンはこのようになっていて、で、まあ、見てわかると思うんですが、これかなり窓のサイズが大きいです。このようになんかちょっと昔ながらのこう縦式ではなく、この横のカーテンで閉めますみたいな、ちょっと前の車両ですね。で、今押してるリクライニングボタンで、このリクライニングがまあ結構かかります。で、背面テーブルの他にもこう横のインアームテーブルっていうんですか、っていうのがあって、これがねちょっとね今背面テーブルが邪魔しておりませんでしたが、まあ、背面テーブルをやる前に先にやる必要があります。で、座席ですが、これこっち側が0でこっち側がマックスかかっております。大体これぐらいですね、リクライニングが結構これ かかります。で、シートピッチですが、このようにまあ足を伸ばしたらまあちょうどいいかなぐらいの長さとなっておりました。この特急やくも号は日本一酔いやすい特急とも言われており、その理由は山陰本線伯備線区間内の線形が悪いこと、そしてその線形が悪いということで車体を傾かせることによって高速運転をするのですが、それによって酔いやすさが増しております。ご乗車ありがとうございました。まもなく松江に行きます。松江通りかけます。内容の内容をご覧ください。一番乗り場に着きます。内は左側です。列車は島根県県庁所在地松江に到着です。山陰本線区間内は単線そして複線の区間がバラバラになっており、この今走っている区間は複線ですが、まあ、単線の区間だと行き違いのため列車待ちというものを行います。ここで反対の特急やくも号と交換。この反対側の特急やくも号は国鉄色でした。列車はまもなく米子駅に到着いたします。この米子駅からは境港線、そしてその2駅先の後期大線から伯備線が分岐しております。到着しました。米子です。この列車は、特急やくも18号岡山行きです。あれか、写真撮りたいね。
取らなきゃダメだね、それはね。はい、ということで岡山駅特急やくも18号発車していきます。この381系はですね、初めてその振り子式ってか車体傾斜システムっていうのを、ね、導入した車両なんですよね。この列車ももう置き換えることが決まっているので、ね、この先ね乗れる機会もねかなり少なくなっている特急ではあると思います。で、米子到着直前にですね、リバイバル塗装の国鉄塗装に、ね、されている編成ともねすれ違うことができたのでかなり良かったんじゃないかなって思います。ということで特急やくも18号岡山行きの列車出発してきました。この動画はここまで、ご視聴いただきましてありがとうございました。